はい、皆様おはようございます。オレオレくんです。今日はおそらく10年以上ぶりの石垣島へ飛びます。感染防止に努めながら経済貢献に旅立ちます。ではでは、動画再生始まるよー。沖縄の離島に行くにはやっぱり LCC が安いですね。関空から石垣まで片道2,990円、激安です。帰りの予定は迷いましたが、1週間後に決定します。繁忙期は座席指定するのですが、コスト削減のため指定なしで行きましょう。手荷物は7キロまでの制限があるのですが、着替えは全て装着します。わらわら、関空、石垣島、往復で6,770円、激安でした。安、こんなに安くていいのかな、と思いながら、支払い完了です。続いて、ポイ活しながら、宿を探します。とりあえず、石垣本島で、2泊、検索します。石垣島、最安値を検索します。じゃらんで、予約完了しました。楽天より、じゃらんが、300円安かったです。関空までの交通費、最安値は、やっぱり、フットバス、かな。難波駅までの、バス代は、片道3700円ペイでした。本日のバスは、3列シート、トイレと、コンセント完備です。早朝6時15分、帝国通り、出発します。車内では、溜まっているデスクワークを、やっつけます。毎度おなじみ、淡路島、ファミマで、休憩タイムです。優待クオカードで朝ごはん買いました。今日もめでたいので朝ごはんは赤飯です。難波駅バスターミナルに到着しました。難波駅からは電車で930円です。危うく女性専用車両に間違って乗るところでした。汗。こちらの株主優待を使って関空で優待ランチのお店に行こうと思います。今日は風も弱いのでタンカーがぶつかることもないですね。ベタなぎの好天です。富士を優待でカレーを食べる作戦です。カレーはお持ち帰りにして第2ターミナルへ移動します。関空第2ターミナルへ到着です。優待0円カレーランチいただきます。搭乗券発行完了しました。カバンの中身を可能な限り全身に装着して、いざ、手荷物重量測定です。推定、15キロの手荷物を全身に装着して、重量測定クリアしました。汗だく。1月には、タラップから GoPro を落としたので、今日は帽子の上に取り付けながら登場します。今日の石垣便は7割ぐらい埋まってますね。でも、安心してください。3列シート、貸し切りです。関西国際空港をテイクオフ、墜落せずに、無事に離陸しました。機内では、早速、動画データを、取り込み開始です。早起きして眠いので、ファーストクラスで、仮眠します。ぐーぐーぐー。1時間以上、爆睡してましたが、石垣島上空に、着いたようです。石垣空港に着陸しました。多分10年ぶりです。知らんけど、空港から市内まではバスで500円みたいです。石垣港バスターミナルに到着しました。オーリートーリーの意味は、いらっしゃいませですね。看板がこっちを見ていますね。そんなことはないって、今夜の宿にたどり着いたようです。石垣島、ゲストハウス、シーコロです。ゲストハウスには、ハウスルールが、盛りだくさんです。格安宿の、割には、2面窓、角部屋で、ベッドまでありますね。館内探索開始です。リビングに、キッチン完備、冷蔵庫もあります。トイレと、シャワーも完備ですね。オッケー牧場です。宿から、徒歩5分の、口コミ人気の、居酒屋に、やってきました。ポイ活&、ホットペッパーポイントで、飲み放題を、予約しています。早速、オリオンビールガブ飲み開始です。生中一気飲みでした。ごくごく、ごくごく、はぁ。おかわりの、オリオンビールが、来ないけど。島豆腐、いただきます。2杯目は、南国、シークワーサーサワーです。Google 口コミで、一番人気は、刺身盛り合わせ750円です。この刺身盛り合わせは、お得メニューですね。うまいですね。泡盛ジョッキで、ガブ飲みしつつ、豆腐に、か、ですね。なんくるないさー、喉が渇いているのさー、ちぃ、スー太郎かー、豆腐に、くらいついた、か、ですが、箸で、つまんでみます。あ、
逃げられましたね。カッカッカー。泥酔が始まったので、カルピスサワーで薄めます。もう、酔っ払いなので、一人で乾杯して盛り上がります。ヘロヘロ、ガブ飲み、満腹で3500円、安いですね。またリピートに来ますね。ごちそうさまでした。2軒目も、ボイカツ&ホットペッパーで予約しています。島唄、三線、民謡酒場に、いざ、入店です。予約しているライブに5分遅刻しましたが、最前列でした。汗だく。なん来るないさーなん来るないさーなん来るないさー。最前列でライブを聞きながら、泡盛、ガブ飲み開始です。すでに、泥酔やけどな。なん来るないさー、やばい。もう、泥酔モードです。盛り上がってくると、ガブ飲みが止まりません。なん来るないさー、気がつけば、石垣島、歓楽街を、ふらーふらーふらー、ふらーふらーふらー、無料案内所ですね。歓楽街を、さまよい中ですが、手ぶれ補正 GoPro でも、手ぶれしています。おろおろ、おろおろ。キャバクラでも、行こうかな。と思いながら、泥酔が、過ぎるので、宿に帰って寝ます。久しぶりに、たっぷり、泥酔しました。もう、寝ます。おやすみなさい。このまま、翌朝に続きます。今日の、費用明細は、次の通りです。はい。皆様おはようございます。オレオレくんです。飲みすぎて、予定通りの二日酔いですが、石垣島バイクツーリングを開始します。ではでは、動画再生始まるよー。朝9時過ぎですが、ゲストハウスを出発します。レンタルバイク店まで、徒歩10分ちょい、散策します。南国の島には、見慣れない花が、たくさんありますね。微妙に、上り坂が、続いたので、汗だくですが、レンタルバイク店に到着しました。125スクーターを夕方5時まで、レンタルして4000円です。石垣島ツーリングの相棒は、ホンダの、PCX です。スマホの電池が、少ないので、パソコン持参で充電しながら、走ります。スタート前の走行距離は 26,485 キロでした。いざ、石垣島ツーリング、レッツゴー。爆走開始です。石垣島ツーリング、最初の目的地に到着です。石垣島グルメ、元祖にささで、有名なお店、地面紹介です。いざ、入店開始です。ヘルメットをかぶったままの S 君、鬼笹、調理開始です。オレオレ君も鬼笹調理に挑戦開始します。ビニール袋でおにぎりを掴んで、ささみフライもビニール袋に入れて、お好みの調味料をぶっかける仕組みです。オレオレ君はおにぎり&ささみ&ソースとマヨネーズで250円です。5年ほど前に商標登録したらしいですね。B 級グルメ、県民人気グルメですね。石垣ナンバーワン、ソウルフードらしいですね。スーパー前のベンチで、鬼笹、朝ごはん、いただきます。おいおい、カラスくん、俺のバイクに、うんちするなよ。食べ物は、ないですよ。あっち行けよ。カー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 。続いては、ゲストハウス近くの、マックスバリューで、ショッピングします。二日酔い防止の水分補給&夜用の冷え冷えオリオンビール買っときます。マックスバリューを出発します。ブンブン、ブルブン。ブンブン、ブルブン。買い物した商品を宿に置きに来ました。夕方に帰ってきた時には冷え冷え大作戦です。冷え冷え、歓楽街で候補に挙げていた焼肉店に到着しましたが、せっかく来たけど閉まってるみたいなので、もうもう神社で交通安全祈祷します。次の焼肉店にやってきました。ナンバープレートに GoPro 装着です。玄関前でメニューが確認できると入りやすくなりますね。気のせいかもしれんけど。特選焼肉より普通の方が美味しそうに見えます。というわけで波の焼肉定食焼き焼き開始です。いただきます。焼肉は煙が上に吸い込むタイプが美味しさに重要です。ちょっぴり火力が弱いけどな。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。石垣焼肉ランチ、1100円ペイでした。オーリートーリー、石垣島、歓楽街ツーリング開始です。三崎町、風俗案内所に到着です。三崎町、風俗案内所を出発します。八重山平和記念館を出発します。東神墓にやってきました。
1972年に建てられた中華風の様式の墓。19世紀中頃に起こったバウンゴー事件で亡くなった中国人の霊を祀っている。らしいですね。色彩豊かな、カラフルな、お墓ですね。台湾の寺院に、よくありそうな、装飾ですね。石垣島を時計回りにツーリング中です。メイクラ大橋手前のビーチの様子です。PCX で、砂浜を走る、S 君です。頼む、そこで、砂浜で、こけてくれ。こけてくれ。わらわら。石垣や今村の看板に釣られて、上り坂を登ってみます。石垣や今村に、到着です。店内を探索してみます。石垣島、海岸線ルートを爆走中です。オレオレくん、必殺の、360度撮影を繰り出します。後方の S くんライダー、青い空、白い雲。天気がいいですね。続いては、スクジビーチに到着です。懲りずに、スクジビーチを走る、S くんライダーです。こけそうで、こけません。石垣島絶景ナンバーワン、カビラ湾に到着です。無料駐輪場に、バイクを止めて、カビラ湾を、散策開始します。展望台からの、カビラ湾ビューです。海の色が、青いですね。カビラブルーですね。砂浜を散策しようかな、と思いましたが、徒歩距離が長そうなので、また次回の楽しみに、残しておきます。死ぬまでには、カビラ湾クルーズを、体験したいですね。カビラ湾クルーズは、また次回の楽しみにして、次の目的地へ向かいます。海の駅、カビラ湾を出発します。石垣島は、日本最南端の、海開きらしいですね。石垣島ツーリング、注意するのは、冠ワシジコみたいですね。見たことないけどな、道端の、アート作品です。米粉焼き工房、シーサー農園、園内のアート作品を探索します。バイクと一緒に、記念撮影です。交通安全は、大事ですね。オレオレくんは、速度厳守です。詐欺地鍾乳洞、らしいですね。また次回。石垣島、道端から脇道にバイクを進めると、そこは、絶景のビーチでした。風は、強いですが、絶景の、平久保ビーチの様子です。石垣島本日の目的地に到着しました。石垣島、平久保崎灯台、入り口です。石垣島、最北端、達成しました。では、石垣島、最北端からの絶景をどうぞ。平久保崎灯台は、恋する灯台に認定されたらしいです。実を言うと、10年ぶり2度目の訪問です。最北端、平久保崎を出発です。南へ、戻るルートは、S 君が、先頭を走ります。S 君の、PCX は、マフラー音が、爆音です。こちらです。国道390号線を、南下中です。サトウキビ。トラックに、煽り中です。わらわら、バンナ公園看板に、釣られてみます。事件です。事件です。後方に取り付けていた、GoPro を紛失です。県営バンナ公園に、到着しました。GoPro Max、GoPro 7、GoPro 8、3台のうち、GoPro 8を紛失しました。号泣です。バンナ公園、展望台からの眺望です。石垣島が、丸見えです。バンナ公園を出発します。市街地に戻ります。マックスバリュで今夜の割引グルメお買い物完了です。こちらは石垣港竹富島駅高速線です。少し離れた場所には与那国島駅フェリー乗り場もありました。明日はフェリーで与那国島へ行こうと作戦計画中です。買い物した食材をゲストハウス冷蔵庫に入れてバイクを返却に向かいます。燃料満タンにしてバイクを返却します。バイクを降りた瞬間にオリオンビールが飲み開始です。プッシューごくごく。南の島、代名詞、
ハイビスカスですね。与那国島は、風が吹くと、フェリーが欠航するらしいので、明日は、西表島に向かおうと思います。西表島高級ホテルを予約します。ポイントが、余っていたので、活用します。明日、明後日、2連泊で、予約完了です。西表島で、宿泊は、初めての体験です。多分な。続いて、西表島ポイ活します。マングローブ、カヤック探検を、予約します。あるある探検隊。あるある探検隊、ゲストハウス、リビングで、夜ご飯開始です。いただきます。まずは、下から読んでも、トマトサラダです。冷凍庫に、冷え冷えジョッキを発見しました。これで、オリオンビール冷たさアップします。泥酔後の、締めは、赤ワインと、グラタンです。イタリアーン、トレビアーン。ご視聴ありがとうございました。泥酔したので、もう寝ます。わらわら。3日目以降の動画は、また、後日アップします。お楽しみに。では、さようなら、さようなら、またねー。